こんにちは、ゆべしです。今日の動画はですね、街歩き女子の毎日の運命の定番グッズ、スラックストアさんのトルテが最近ちょっとねアップデートされて、かつ新作とかも登場したそうなので、まあそちらを紹介しつつ、このトルテカンフーシューズに合わせた私なりの足元コーデだったりとか、今の時期とかはやっぱりみんなね T シャツをよく着ると思うので、白 T 黒 T シャツのトルテに合わせた着回しコーデっていうのをご紹介していきたいと思います。なかなかね盛りだくさんな内容になっているので、ぜひ最後までご覧になっていってください。このねスラックステアさんのトルテに関しては私も本当に大好きで、今までも何回もねこの YouTube でもたくさん紹介してきてたりとか、実は去年の秋冬にコラボのトルテも制作させていただいたりとかして、結構ね視聴者さんにももうすでに知ってるよっていう方も多いと思うんですけど、きっとこの動画で初めて知る方とかもいるかなと思うので、本当に簡単に最初にちょっとトルテのことについて説明させてください。まあ最近ではもうね本当に主流となったこういったカンフーシューズ、こういったねストラップシューズをよりこう履きやすいようにスニーカーソールでこうアレンジしたモデルになります。こういったカンフーシューズとかストラップシューズとかって結構ソールの部分が薄かったりするものも多くあったりとかして、長時間履いたりとか毎日履くのには向いてなかったりとかねするんですけど、本当にこのねスラックテアさんのトルテに関してはもうソールが本当スニーカーみたいにしっかりとしているので、本当に毎日履くのにとってもねこうぴったりの靴なんですよ。本当にこう自分の中のこう定番靴としていつも履いているそんな靴です。今回はですね、そんな大好きなスラックストアさんのトルテからなんとこう大ニュースがあるという話をお伺いしまして、動画をこうみんなにお届けせねばと思いまして今ね動画を撮っています。なんとですね、製法が変わって足を包み込むような製法に変わったんだそうです。以前よりもこう屈曲性も増してフィット感もアップして、よりこう歩きやすく疲れにくい、そんな仕様になったそうです。このリニューアルしたこのトルテ、数日間で長時間履いて過ごしてみてたんですけど、よりこう歩きやすくなって長時間履いても疲れにくく感じたような気がしているので、いいものをよりよくこう改善しようとねこう努力されているスラック女子さん、本当素敵だなって思いました。そしてですね、まあ、この動画がアップされる頃にはこのリニューアルした定番トルテ、そして新作新色となんとね4種類発売されるそうなので、一つずつね、まあ、コーデと一緒に詳しく紹介していけたらいいなと思います。それでは、まず1つ目のコーディネートはトルテの不動の定番人気モデルのブラックスムースタイプのねリニューアルバージョンをコーディネートしてみました。黒の T シャツを使ったコーディネートでモノトーンにまとめてみたんですけど、シンプルになりすぎずどこかこう技ありなコーディネートに仕上がってると思います。まあ、なんといってもポイントは足元です。トルテのブラックスムースタイプはまあ定番人気なだけあって、もう本当にどんなお洋服にでも合わせやすいモデルなんですけど、今回もその特性を生かして可愛い猫ちゃんのねプリントソックスを合わせてみたんですけど、バッチリ合ってますよね。そしてまあ一番人気のこのトルテは本当にお手入れとかも一番しやすいような気もしていて、今までこのトルテ持っていなかったよっていう人のこの最初のトルテにもすごくおすすめなトルテなのでチェックしてみてください。そして2つ目のコーディネートはブラウンの新色のトルテを使った大人カジュアルガーリーなコーディネートです。本当にこうブラウンカラーってカジュアルにもすごくガーリーにも合わせやすく、どんどんナチュラルコーデにぴったりなカラーなんですよね。今まで定番のトルテにこのブラウンカラーがなかったということで、本当歓喜なそんなトルテなんではないでしょうか。しかもこちらもお手入れしやすいスムースタイプの素材感なのですごく使いやすいと思います。まあ、ポイントとしては白 T シャツの上にこういったチュールのワンピースを合わせてみたことです。本当にねこのブラウンのトルテ
ルテが大人っぽいブラウンなので、甘々にこうなりすぎずにちゃんとコーディネートも引き締めてくれて、とてもいいバランスに仕上がってると思います。そして足元コーデもこちらもポイントです。足元にはですね、実はシースルーなこういった可愛いソックスを持ってきてみました。ちょっとガーリーな透けソックスとかにもこのブラウントルテすごく相性がいいですね。しかもやっぱりブラウンのトルテのいいところ、こういった革のバッグとも相性がいいところもすごく好きなポイントです。続いてはトルテの新色、キャンバス素材のトルテを使った黒 T シャツコーディネートです。まあ、黒 T シャツにデニムパンツ、そして肩にお気に入りのスカーフを合わせてみました。足元もかなりポイントで、トルテのね、新色のなんとキャンバス地のタイプのトルテを使ってみました。キャンバス地のタイプはスムースタイプに比べて表面にこうツヤがなくてマットな感じなので、こういったデニムだったりカジュアルなコーディネートにもとっても合わせやすいです。今回はよりカジュアルな雰囲気でスカーフのこのラインに合わせた赤のねちょっとビビッドなカラーのソックスをトルテに合わせてみました。トルテの靴はこのストラップの間の部分からしっかりとソックスの感じが見えるので、赤のソックスを合わせるとよりこう足元にこうポイントがいってすごく可愛いと思います。そしてまあこのトルテのまあいいところはキャンバス地なので、履き込むほどにキャンバス特有のこう風合いの変化を楽しめるそうなので、そういったところもすごく素敵だなと思いました。まあ、キャンバス地1年中履けると思うんですけど、夏にもすごくぴったりなあの素材感だなって思うので、この時期にすごくゲットしたいそんな靴だなと思います。とてもおすすめしたいです。続いてのコーディネーターはこちら、なんとですねレオパード柄のキャンバス地の新作トルテを使った大人カジュアルなコーディネートです。レオパード柄のこのトルテを見た時には私にはちょっと派手かななんて思ったりしたんですけど、実際にコーディネートに合わせてこうやって履いてみたら全然そんなことがなくて、むしろすごく使いやすいトルテでした。シンプルなこうアイテムにシンプルなあの靴とかを合わせてしまうと、なんかどこか物足りないなって感じることが今まで多かったので、こういった足元にこういった柄を持ってくるっていうのもすごくいいなと思ったので、こうシンプルなお洋服が多いよっていう方はぜひこのねレオパード柄取り入れてみてはどうかなと思いました。結構ね意外とこういったリネンとかそういったナチュラルなアイテムとも相性が良かったりとか、チュールとかそういったこう甘めの要素のあのブラウスとかワンピースとかとも結構相性がいいと思うので、今までのこう雰囲気テイストが来てきちゃったよっていう方とかは取り入れるとぴったりくるんじゃないかなと思いました。いかがだったでしょうか。どのコーディネートもこう白 T 黒 T シャツを使ったコーディネートでリアルに真似しやすいコーディネートに仕上がってるかなと思うのと、足元のおしゃれも考えてみたので参考になっていれば楽しんでもらえていたら嬉しいなって思います。はい、そしてまあ補足なんですけど、今回発売されたまあ4種類のトルテね、全て中はこんな感じで、今までこうベージュのインソールだったのがこういった白のインソールに変わってよりこう爽やかに上から見た時にもこう可愛いって思えるような仕様に仕上がってました。ここの金具の部分はシルバーのパーツだったりとかしてこう爽やかなこう夏らしい雰囲気で、かつまあこのね後ろの部分は今まで通り変わらずゴムな感じになっていて、脱ぎ履きとかもねすごくしやすい、今までの本当にいい部分はそのままによりこうアップデートされたような感じのあのトルテになっています。ぜひですねこのアップデートした新作トルテもみんなチェックしてみてください。私もちょっといろんな SNS とかでこのトルテを使ったコーディネートとかもアップしていきたいなと思っているので、いろんな各 SNS も見てもらえたらとても嬉しいです。まあ、この動画が面白かったよ、楽しかったよ、参考になったよっていう方はぜひチャンネル登録、そしてグッドボタン、動画に関するコメントもお待ちしています。また次の動画で会いましょう。ではまた。どれもかわいいね。悩む。